今日の北日本は雨や湿った雪になるところが多くなりそうです。今日午前3時の実況天気図になりますが、日本列島、高気圧に覆われていますが、大陸からは、低気圧が近づいてきます。前線を伴いながら、北海道や、東北地方を、通過していきそうです。では、天気の、分布予想を見てみましょう。こちら北日本を中心とした今後の天気の分布予想、時間を動かしていきますと、こちら東北も一旦は雪のエリアが増えてくるんですが、沿岸部から雨のエリアが、どんどん広がってきます。暖かい空気が流れ込んできて気温も上がりますので、雪から雨へと変わってきそうなんです。また北海道もですね、だんだんと沿岸部中心ですが、雨から雪に変わるところ、雪から雨に変わるところが、出てきそうです。この方面、これまで、雪かなり積もっているところもあります。雨になりますとね、足元の状況非常に悪くなります。ではその路面の予想を確認します。路面の凍結予想になりますが、注目はこのシャーベット状の予想ですね。特に東北から北陸エリアにかけてはこの道路などシャーベット状態になるようなところもありそうです。また積雪雪がね残っているところ、またアイスバーンのところもね北海道を中心にあります。お車運転する際には十分にお気をつけください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。